おはようございます。おはようございます。おはようございます。西山くんです。よろしくお願いします。呼び出されたんですよ、僕急にいきなり連絡来まして、僕とね、もうかれこれ2試合ね、試合をして、まあ、その動画がね、売ってるんですけれども、まあ僕はですね、フルゲームを制して2回ともね、勝たせてもらってるんですけども、もう相当多分悔しかったでしょうね。もう1回リピートさせてくれませんか。寝れなかったですねということで、石山くんがね、呼んでいただけたので、これから今から試合という形で呼んでいきたいと思うんですけども、なんかもう練習をもうバチバチやってきて、今までね、仕事後に撮影とかだったんですけど、今回もう逆に今朝でね、仕事後とかじゃなくて体力ももう万全、体ももうコンディションもバッチリという完璧な状態で今挑んできてるっていうことをね。まあそうっすね、負けるビジョンが見えないですけど言ってたので、まあフラグ回収にならないことを祈って、はい、やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。最初はグー、ジャンケン、ファイト、ファイト、シュル、頑張ろう。さあ、you
やばい。できる
そうですね、ストレート。うわ、できたらこう置いてた。フラグは今、半分ぐらい返しちゃった。今フラグ自分立てたやつをね、今取りに行ってるんで、もういらないです。もうパンパンなんで、フラグもういらない、もう抱えていいから。ありがとうございます。チャンス、走っちゃった。さあ、皆さん気軽に無料で使えるみんなの思い出 .com、 TT 埼玉さん、松島選手所属の田坂卓球会館さん、そしてあの卓球王国でも使用されている写真代行販売サービスです。気になった方はぜひみんなの思い出で検索、もしくは自分へのご連絡お待ちしております。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価していただけるとゆうじくんがすごく喜びます。Twitter やインスタもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。